どうも、楽君から柳家京太郎でございます。この度は水戸の皆さんにお目にかかるということで、非常に楽しみにいたしております。よろしくお願いいたします。決して華やかな表舞台、テレビに出てどうこうではないけれども、本当に地に足をつけて、生きた森田さんの一生を語りながら、周辺の話をしようと。その中で楽君の話も出てきます。楽君もやると思います、今回も。でも、楽君会ではないんですね。かといってトークライブともちょっと違う、一人芝居ともちょっと違う、それらが全部合わさったような舞台ということであります。はい、盛りだくさんっていう、盛りだくさんですね。それを佐山さんだけど二人でやるんですね。ちょっとこき使うにもことがあるんじゃないかなっていう気がしないでもないですね。はい、本当に皆さん大事なお時間を頂戴してやらせていただきますので、本当に楽しい公演になるように頑張ります。はい、というか楽しい声にしますので、楽しみなかった時には個々の自己責任ということで、よろしくできればというところでございます。どうぞお楽しみください。